もう動くよ。うん、最終。このラインなんか少し意識されそうってるような感じもするし、これ一致するでしょ。三角持ちが最終到着点なんで、間隔上げてゴールデンクロスを一本ずつ入れてくるでしょ。だけど、この場合は、ほぼ同時期に一気にまとめてドンじゃないですか。今晩パウエルさんの発言が飛んでくるので、とりあえずそこ次第にはあるんだけども、来週だよね、基本がね。12月の15日以降に変な動きが入ってこないかどうか、最大限警戒しつつやっていきましょう。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。12月の13日夜の10時だね。ライブ配信やっていきましょうか。で、日経平均小幅高ですね。で、先物に関して今、広告状態。パウエルさんの発言待ちですね。FOMC 控えて、来週に関しては日銀の政策決定会合も控えてるというところで、まだまだやっぱし重要イベントを控えてる中で、まあ今日上がったんだけども、ただまあ二極化は進んでるっていう形ですね。上がってる銘柄は上がってるけど、下がってる銘柄はとことん下がってると。投げ売り加速。年末安来んのかどうかわかんないけど、メジロマックの伝送、高額材料入り乱れて PTS 盛り上がってますね。どうなるんでしょうかって。さあね、わかんない。さっきなんか、ね、事故があったっていうのがニュースあったんでリツイートとかもしてますけど、はい。どうなってくるかですね。高額材料っていうか、うん。材料全体的にね、入り混じってる相場ですよね。本当に。で、ドル円に関して145円の60銭台ね。CPI 通過を受けて、まあ、小動き、小康状態。今晩のイベントであったりとか、来週に控えて、まあ、動いてるという形。で、鬼門なのが、やっぱし、来週以降の動きね。今週ちゃうねん。来週やねん、問題は。動くとするなら来週やねん。だから、今日の夕方のサムネイルのタイトルも、年末安警戒感、警戒みたいな感じでね、はい、投げ売り加速みたいな感じでやってるんだけどさ。まあ、実際にもう投げ売りはね、加速してるからね。ものによっては、まあ、下突っ込んできてる。はい。IHI とかも今日下突っ込んで、ね、2600円割れて2598円ぐらいまで下がったんかな。はい、相当下がってたし、まあ、クロス振ってるような動きも出てはいるよね。うん、かりんとうさん。阪急阪神ホールディングス9042、300株。おい、4200円で持ってますと。オッケー。9042見ましょうか。はい。4200円で、おー、おめでとう！含み益じゃん、今。はい。おめでとうございます。まあ、ここがね、ちょっとその75日と100日移動平均線がデッドクロス組みそうなんで、そこ、次第だよね。うん。逆ヘッド&ショルダーのここの点線ラインから割ってから下にスルスルスルって下がってから持ち直して、ストキャン RSI MACD は、まだその加熱のサインを点灯してないと、で、直近引かれているとするなら、ここのライン。まあ、抜けてきてるので、一本ライン出てから上値の方に切り返してきてるっていう流れでしょ？まあ、強い方ではあるよね。直近数日の動きだけで言うならばさ、PR18.3、PBR1.15倍、配当利回り 1.2% で、倍率が 6.69 倍なんだけど、22、3万株しか信用買い入ってないですよね、これね。そんな多いってわけでもない。で、3区で優待がもらえるっていうところで、まあ、3月に向けての手なのかな、優待狙い、優待欲しいのか、から買おうとしてるんかな、まあ、わかんないんですけど、まあ、ここもね、9月高値なんだよね。なんだけれどもっていうところで、この動きなんで、まあちょっともう1日見よう。5日と25日とゴールデンクロス形成が入ってくるようになったらもうちょっと、まあボリンジャーバンドのプラス2シグマかな。この50日ラインぐらいまで、まあ上がってくる可能性もあるし、もう1日2日見よっか。まあそうなってくるとね、もう週末なんだけどね。王子ホールディングス。俺やってねえ、銘柄。3861。入り時を模索しております。分析よろしくお願いします。これ年末安に向かって、ま、一直線に進んでるじゃないですか。バンドオークっぽいところ、まあ、200日割って下がって、ストキャン、RSI がまあね、はい、20ぐらいまで下がってきたら、ってところかな、一旦はね。これも結構落ちてきたね。うん。結構下がったんだ。まあ、ここあたりのライン意識ね。フィボナッチで言うと。はい。PR9 倍、PBR3、0.50倍。配当利回り 3.06%。信用改ざんが多いんだよね。だから年末に向かって一直線でしょ？ほら。二極化してるじゃん。制度信用倍率42倍だよ。信用改ざんめちゃ多いよ。この銘柄にしては。400万株でしょ？合算で。制度は276万、7万株ぐらいね。はい。年末に向かって投げられてる銘柄の一角ですよね。ここもね。だから、ねえ、高値から下げてる銘柄で半年期日、もしくはこういった形で下がってる段階で信用改ざんが多いような銘柄に関しては、最後の最後のまで、まあ、こじれる可能性があるので、まあ、どこで入るかで、BPS はね、
半値ぐらいなんでね。はい。BBS からは。あれなんですけど。配当利回りも 3% あるんだけど。まあ、弱いよね。まあ、長期だよね。この銘柄ね。買ったら長期だと思うよ。うん。まあ、例えばここで一発打診で入って、年末にもう一発、その倍買うぐらいの感じで、計画しておくってのも一つありだとは思うかな。含み益減った人が多いんじゃないかな。今日の相場はね、もうほんと半導体、もう一点集中みたいなね、そんな形の動きだったよね、本当にね。うん。はい。王者中期だね。まあ、やるかやらないかで言うと俺やってないからさ、あれだけどさ、配当利回りも高い 3% でしょ？そんな魅力感じんし。うん。個人的にはやっぱその 4% 以上は欲しいよね。今の試合で言うならば。3% はね、別に欲しいとは思わへんので、言うとあったっけ？言うとあるよね。3区だもんね。うん。でも別に、ね、ここの優待いるかどうかっていうと、なんかそんなあれなのかなって感じするし。うん。8473。金商法違反だったっけ？ IPO 絡みだったっけ？ところ、本日2100円を切ってきたので100株打診買いしました。まだ下がるようなら買い下がるつもりですが、もう3日待った方がいいです。急落は3日までです。はい。言うこと決まってるじゃん。急落は3日までですね。まあ、打診から入ったんだったら、まあ、配当利回りも高いし、いいんじゃないですか。基本的には、急落は3日までですね。急落は3日までですね。3日目、4日目に、要は自立反発が入るかどうかっていう、まあ、動き方が入るから。で、引き安値でしょ？最終売り圧力強かったってことなんで、なおさらやっぱし、こういった動きしてるなら、急落は、3日、2、3日同じ動きが続くことを想定して、見て、で、その後3日目、4日目ぐらいに反転の兆しっていうか、自立反発の動きが入るかどうかってところを見ていくっていうのが、基本的な戦略っていうことは皆さんには話してるから、はい、急落は3日待てですって、まあ、100株だけ出しに買ったんでしょ？うん。だったら、まあ、ちょっと下落方向にバンドックっぽくなってるしさ、うん。SBI、そこあたりのニュースね、あんまりこう、知ってる、把握してんだけど、SBI 側からは、なんかそこあたりのコメントに関しては、なんかぼやかした、ね、発言が飛んできてますよね。うん。はい。自分たちはなんか把握してないとか、うんぬんかんぬん、なんかそんなくだりのポストっていうか、そういうのが X に流れてきてたけど、はい。山上翼さん、先日よりメンバーシップに登録させていただきましたって、いらっしゃい！一緒に頑張っていきましょう。一緒に頑張っていきましょう。はい。まあまあまあ、急落は3日待たれない。とりあえずね。うん。信用倍率ずっと高いって、別に、この銘柄っていうか、ほとんどの銘柄の信用倍率は高いです、今。一部を除いて。で、その一部は上がってるはずやで。大体強い動きをしてるわけでしょ。で、受給部の悪い銘柄は、最後の最後に向かって、もう一発下の方来てるじゃないですか。まあ今日代金とかはね、最近切り返してるけど、はい、基本的にまあ弱い銘柄が多いはずなんですよね。うん、はい、ちょっとねあれだよね。はい、ハービーさん、ビックス低すぎない？楽観視してるってね。うん、12.25 っすね。ビックスは低いっす、相当。うん。まあ、昨日もね、CPI の発表前にビックス指数落ち着いてたんで、なので動いてないんだけど。メジャー S 九州はまだ終わってないからね。まあ、あと、木金。この二日でどう動いてくるかどうか。アメリカでも強かったからな。いや、アメリカと日本株の動きの違いに関してはみんなに話してるじゃん。アメリカの方が強いと。今、日本株よりも。圧倒的に。なんでかって ?NS 倍率がやっぱして下がってるから。はい。今、日本株よりも米国株優位にマーケットは動いている。この動きが出てきたのが、まあ、今月からなんだけど、まあ、米国株が下がり始めた時に、この優位性が、まあ、適用されてくるならば、日本株はもっと下がるという形になるよね。米国株が下がったらね。まあ、どうなるかっていうとこだよね。そこあたりひっくるめて。はい。トラキシさん、デイトレで25万おめでとうございますって、おめでとうございますデイトレ25万。よかったっすね。ニデックまた下がるんかなって。ニデックに関しては、年国見てたら結構特色的だよね。うん。より下がって、引け間際に上がる。その動きが、もう数日なんか出てるような感じがするけど。糸ったら、場中の糸の気配を。クロスかな。なんかね、5番上がるんだよね。最近の動き見ると。うん。ここもと数日出てる。引けより下がって、いや、寄り付きパッて上がるんですよ。で、その後、投げ売りが入って、一旦下がって、引け間際にまた上がっていくんですよね。ググって。そういった動きが最近、なんか特徴的な動きが入ってる。はい。まあ、でも、下がっても投げられてるだけだから。いい銘柄だからね、ニデックに関してはね。安いところは拾っていきたいっすよね。分析お願いします。リバイン的にそろそろ出し入れようかなと思ってますが、どうでしょうか。この前なんか話したなかったっけ。バンドオフだよ。はい。バンドオフだよ。日柄調整入るように待てばいいじゃないですか。打診じゃなくてから。普通にバンドオフだったらバンドオフ終了のサインを見るでしょう。はい。打診うんぬんじゃないです。バンドオフ終了のサインを見ましょう。バンドオフ中です。落ちてるナイフです、今。はい。安易に手出して、
焼かれる可能性もあるので、しっかりとバンド終了のサインを見る。しっかりと、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマのラインから、冷やしが離れるまで待つ。っていうのが、鉄則かな？普通に考えて。うん。まあ、そんな感じですね。まあ、配当利回り高いのかもしんないけど。だから、まあ、ワンチャンその、打診から入っ、打診買いっていうことやったんで、一発ここで入って、で、バンドオーク終了のサインが出たらまた買ってって感じかな。まあ、確かに配当利回り 4.51% で PBR0.56 倍だからね。うん。配当利回りは高いからね。はい。配当利回り高いからね。うん。まあ、いいんじゃないんですか？そういったことならば。一発ここで入ってみて、安いところ、また下がる可能性は、やっぱし、制度信用倍率が31倍だから、この銘柄にしたら信用改ざん多い方なんで、まあ、年末年始以降、まあ、どうなのかっていうのを見ていくっていうので、はい。年末年始、もう一発下がってくるんやったらまた買うみたいな感じのイメージで、やればいいんじゃないかなと思いますね。ヤビさん、今日は一個打診したとこ下がった、我慢が足りんかった、笑って。あ、俺も一本打診入れたよ。うん。今日打診入れた一発。欲しい銘柄があったんで、配当利回り 4% ぐらいのやつが。でもちょこっとしか買ってない。うん。ちょこっとしか買ってない。全体のその、資産のウェイトからすると、まあ、鼻くそ程度なんですけど、すいません、汚かったね。ちょこっとだけ打診で買ってます。また下がったらまた買おうと思ってから。うん。また買おうと思ってからやってるけど。少しずつ安い銘柄を、仕込んでいってるような感じから年末にかけて、下がったら下がったらええねん、別にまた買うから。うん。用意してるし、お金も。はい。まあ、とりあえず UB に関してはそんな感じですね。うん、そんな感じですね。マンボウさん、マクニカ。あ、久しぶりだね。うん。3132。7590円で600株保有しています。7590円で600株保有しています。はい。まあ、抜けたらね、ここの高狙いもうちょっと上行くんでしょうね。通常ならば、ここあたりで一発その売っておく。とりあえず。高いところで、直近高いところで買ってるんで、一部利確して、あとは上抜けたら、上の方で伸ばしていくみたいな。だから600株あるんだったら、例えば、ここで100株なり200株なりぐらいちょっとその、売っておいて、で、残りのその4、500株ぐらいで上持ってくみたいな感じで、やればいいんじゃないかなというふうに思う。まあ、抜けたらもうちょい行くんでしょうけどね、上の方にね。うん。動き的なところで言うと強いし、3139。12.45 倍だね。ただこれ回転効いてんだよね。信用買いで買ってる人多いんだけど、回転効いてるんですよ。で、やっぱその、ね、安いところから結構上がっちゃってるから、3500円からもう倍になってるんでしょ。そういったところもひっくるめて、やっぱりその、担保は欲しい。うん。担保は少し持ってた。っていうところもひっくるめて、そういった形で少しだけ利確の手入れて余裕持たせておくっていうのはいいんじゃないんですか？はい。7500円、600円ぐらいで買ってるんやったら、今まだ含み益 2、3% ぐらいでしょ？そんなワンチャンなんかあったら、一発で吹っ飛ぶんで、それやったらちょっと もう少しだけちょっと余裕持ちたい。明日見てから、どうするかっていうのをもう一回検討してみるっていうのはどうです？うん。はい。イスズ、1879円。はい。200株で焦げてます。そっとしといていいですか？ 200 株だったら別にいいんじゃないですか？長期でしょ？多分。この銘柄やってるってことは。今、4% も下回って 3% 台なんだっけ？ 4% 台だよね、まだ。確か。イスズって。どうなんだろう。つい前までは、確か、結構、そうだよね。4.67% だよね。で、0.98 倍なんで、BPS が、解散価値は割れてる感じだね。1879円だね。BPS が切り上がりだね。ここから、今回の決算で1879に変更。ここだね。解散価値は一旦割れてるんすよ。ストキャスティックスだけ見るならもうちょっとなんか下落ちそうだよねって感じはするよね。下がったら下がったらなんか買い増しみたいな感じですればいいんじゃないですか。配当利回り高いし。そんな落っこちてないけどね、言うて。うん。はい、まあ、イスズは、イスズっていうかまあ、他の自動車関連とかも下がってたんだから、円高になってたんだから、目先なんか弱いよねってのはなんとなく想像つくと思うんですよ。特徴的なパターンないもんね、まだね。下げ止まりの兆候があるとするなら、抵抗ライン、ミッシュラインタッチしたからってところ。明日、ちょっと判定するかどうか見ましょうか。窓開けて下がってるしね。で、ここで1空開けて、これ2空目でしょ。で、3空目形成してくるなら、一旦自立反発。窓も一応開いてるからね。まあ、でもそこまで窓埋めとかまでするならば、また買いみたいな感じなんじゃないの。配当利回り高いから。ドル円落ちてきた。マジで。落ちてねえじゃん、別に。はい。これこそ鼻くそぐらい話しか喋ってですね。落ちてきて、落ちてきてすらいないですね、今。為替次第ですね。で、そうですね、ドル円が、
やっぱし円高にさらになると円安関連銘柄に関してはさらに下を押していく可能性があるので為替次第ですね。そこあたりはね、5406インスタントなんだけどさ、個別成功書を打診買いを検討しています、分析お願いします。落ちてるもんね。もう少し見て、見たらわかるんだけど、逆ヘッド&ショルダーね。で、ここの三角持ち合い下っ離れて今下がってるわけでしょ。もう少しだけ見て、もう少しだけ、ここの転生ライン割ってくるならばもうちょい下行く可能性もやっぱりあるじゃないですか、普通に。もう少し待どっか。引き付けよ、引き付けよ。上がったらごめんね。でも、ここの点線ラインの今、線分上で、ギリ、揉んでる状況なんですよ。ここ割ってくると、ちょいね、下向き方向に下落インパクトが入りやすいと思うんで、配当利回り高いね。バリエーションも安いね。わかるね。わかるね。それはわかんね。わかるんだけど、いや、買いたい気持ちもわかる。わかるんだけど、ここの点線ラインを割ってくるとワンチャンもしかしたらってのが、やっぱりよぎるんで、で、土日含めて来週が鬼門なわけじゃないですか。来週がね、日銀の政策決定会合とかもあって、今晩パウエルさんの発言とかもあるんだけど、ちょっとね、もう少し見てほしい。上がったらごめんね。1日2日見て。で、下回ってきたら、もっと安いところで買える可能性があるから。年末までまだ、あと2週間ぐらいあるわけでしょ？焦る必要ないっすよ。で、ここに関してはもう来年以降に向かっての仕込みになるんで、はい。もう今月じゃないよね、多分ね。来年以降に向かっての仕込みになると思うんで、そこあたりかな。アローさん、神戸成功書は上値重いですね。って、重たいね。上値が重たいね。ちょっとやっぱこれ、この形少し意識されてるね。スケルトンさん、もう少し我慢って。そうだね。もう少し我慢しよう。もう少しだけ。掘ったら支えますと。まあね。デッドクロスが空いてきてんだもんね。下髭伸ばしてんだけどさ。RSI の下値ラインも見てね。一応ね。こんな感じで。もう動くよ。もう動くよ。最終。まあ、ここのラインなんか少し意識されそうだってるような感じもするし。ほら、ここ一致するでしょ。三角持ち合い最終到着点なんで。何？監視に入れとこうって。まあ、ね、有料銘柄の一角であるからね。あるからね。サイバーちゃん、パオジーが吠えて上田波動を発射されたらどんだけ下がるんだろうって、どんだけ下がるんだろうね。三井ハイテックお願いします。リュートンさんのやつ。6966。まあ、代表されてる銘柄一つだね。8200円で500株保有しています。上の方で500株保有してます。安いとこで買ったかどうかですね。でも、それ、8200円ってことは、買ってないってことですよね。安いとこで。これ逆ヘッド&ショルダーなんで、今の、なんかその7370円ぐらい引いてるラインがあるじゃないですか。そこを超えてくると、ちょっと上の方に行きやすいかもしれないね。そんぐらいじゃないの。1、2、3、4、5。で、ここでしょ？あれ？これ逆ヘッド&ショルダーじゃねえ。こうね。意識されてるよね。意識されてるね。まあ、この点線ラインですね。てかもう決算なんで。決算じゃん。もう知らへんで。PTS 見てや？知らへんで。どうなりますかって知らへんで。俺。水ハイテクやってないんだから。俺、持ってねえ、持ってねえし、PTS なんて知らへんで。PTS 見てや。こんなん、俺に聞く必要ないね。今日の動きだけ、明日以降の動きだけで言うならば。PTS の値動き見てから、どんな材料出てるか俺把握 してないから、認識してないからね。PTS なんぼこれ今。今日決算でしょ、上がってんの下がってんの、なんかその、悪材料みたいな感じのことがなんか出てたんですけど、はい。決算やったわら、そうやね。決算やったら、もう今見た瞬間俺あれだったんだけど、決算プレイでしょ、あまり良くなかったって。そうなんだ。知らへん。決算後の動きなんて明日以降の板の動きとか見ないとあれですね。PTS プラス 0.8% 上がってるってこと？決算の中に見ましょう。悪抜けで上がってくるかどうか。はい。58円上げてるってよ。割と8円上げてるってよ。で、もし、8200円で買ってて、その前に、一つその、アドバイスがあるとするなら、打診をここで買いを入れてたかどうかっすよね。8200円で買って、ここまで下がって上げてるでしょ？で、これ、もしかして下げたタイミングって、ある程度わかるじゃないの？これって。裏のチャート見るけど、ちょっと待ってね。バンドーク日柄調整ぐらいか。あのサインは？あのサインも入ってるのか。シャープ64のサインは入ってるね。MACD、RSI。この RSI のマネライン。こう。MACD、ゴールデンクロス形成。で、他のやつは？あのテクニカルどこやったっけな？これあったあったあった。はいはいはい。はい。なるほどね。バンドーク、フィボナッチラインは？はい。はいはい。まあ、なんとなくここあたりからバンドーク終了後の動きから少し切り替えそうだな、だよね。ってのは分かるね、なんとなくね。裏のチャート見てる人だったら分かると思うけどさ、今。って思うところあると思うんだけど、そうだね。だからその、やっぱその、10% 以上下がって、20% 以上下がったのかな、8200円で。で、それならば、やっぱその、
打診を入れてるかどうかがあれだったんじゃないかなっていうふうに思うかな。うん。で、もし8200円ぐらいまで戻ったならば、一旦仕切り直し。買ったタイミングがもう間違ってたんだったら。まあ、もし上がってくるなら、まあ、200日ラインぐらいなんだけど、このチャートの形状から言ったら一旦ね、8200まで戻ったら一旦仕切り直しだよね。うん。そっから上は、もうラッキーなんで、はい、もう高望みしすぎないで、もし戻ってくるような動きを今後してくるならば、一旦仕切り直して、次のチャンスっていうか、次のタイミング見に行った方がいいんじゃないかなっていう風に思うかな。うん。はい。何?そんなに怒らないでくださいなって。怒ってないで。あれですよ。キャラ出し?基本的に。いつもこんな感じだよ。はい。いつもこんな感じ。楽天やばいですかね。知らへん、楽天は。楽天やばいかどうかで言うと、まあ、やりにくそうな感じはしてるよね。うん。興味ないからやってないけどさ。楽天に関しても、モバイル事業が楽天の、どう考えてもきつないっすか。どうやってこう、リカバリーしていくのかどうかがようわからへん。うん。やんなら、こいち。買うタイミングは需給改善後、マックディアクロスしてからでしょうか?まだ、ここから上げてくる兆しがないので、なんかそのトレンドラインが出てからでいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん。ここのライン割って下がったんでしょ?さらに一発。ここのライン割ってるもんね。うん。中小型株だからね。年末年始のに向かっての損出しとかもあるんじゃないの?アメリカ PPI 今回発表数値 0.9%、 予想が 1% 前後発表。前回発表が 1.3% でありがとう。生産者物価指数が発表されて、アメリカの金利は低下か。アメリカの金利見るんだけど、2年債利回り 4.705% に低下、5年債、10年債、20年債利回り低下ね。で、金利が下がったことによって、ドル円はどうなったのかっていうと、そこまで反応なし。はい。若干まあ円高にブレたんだけども、そこからすぐまた切り返してくるような流れかな。まあ少しだけだよね、反応してるのもね。うん。はい。うん。今出たらしいんだけどね。生産者物価指数が。予想に一致って書いてるよ。予想に一致って。はい。まあそれよりもやっぱしパウエルさんの発言とかそっちの方に、重点というか重きを置かれてると思うので、来年以降に、ね、来年以降の相場に向けてどういった発言飛んでくるかってところが、やっぱし気になってるところなんじゃないですか?うん。はい。富士通、おしめというより、下落への転換の可能性も買いに入るのは、成果の方がいいでしょうか?成果の方がいいんじゃないですか?でも、動きは強いのはわかる。うん。最近よう上がってるよね、富士通もね。エリーさん、メディア部の VIP にアップグレードしたのですね。一緒に勉強しましょうね。一緒に頑張っていきましょうね。VIP いらっしゃい。エリーさん、VIP メンバーいらっしゃい。そうっすね。でもこれも、まあ、ライン的なところで言うと、強いラインは出てるよねって感じだよね。だってもういいところで、やっぱその、サインが出てるんだもん。鋭角に。200日と、このピンクのラインと長期の移動平均線が断続的にゴールデンクロスを組んで上がってるんですよ。はい、皆さん、ここで質問です。何が言いたいか教えて。はい、特徴的なパターン。断続的なゴールデンクロス形成も言ったね。そこに付随するところでもう一点。はい、ここに関しては特殊なパターン出てますよね。なんでしょう。まあ、決算の後に爆投した後の動きなんだけど、うさぎパンダさん、危なくない男も好きです。あー、なるほどね。危ない人はちょっと避けた方がいいんじゃないですか?昨日は CPI があったからでしょう。あ?いや、違うよ。5MA に沿っての上昇、バンドオークではないよね。バンドオークっぽい動きではないね。パラボリックした点灯。いや、違うよ。上がった時だよ。なんでこれが上がったのかっていう理由だよ。みんな。なんでこれがこんな上がったのかっていう理由を知りたいの。俺が言いたいの。ここで下がってるのは、わかる。まあ、パラボリック点灯してるからね。一旦ストキャーあれさえ MacD 見ても下向き方向になってるんで、まあ、少し見ようかっていうのがわかる。うん。ここを締めって捉えるんじゃなくて、もうちょっと押したら買いたいねって思って、待つのも相場だと思って、逆言ったら、まあ、しゃあなしなんだけど、はい。25MA に沿ってる。いや、違う。25MA に沿って上がってないじゃないですか、ここに関しては。25MA って、こう25日移動平均線でこの黄色ないんだよ。19、踏み上げ?うん。あ、まあ、19も見ようか、一応。6702。踏み上げも入ってるのかな?そうだね。踏み上げも入ってるね。うん。空売りの方が買いよりも多いんで。だから、こういった銘柄上がってるんですよ。強いんですよ。毎回言ってる通り。はい。信用買いが溜まってる銘柄は、下に突っ込んでるけど、19がいい銘柄は、
どっちかっていうと積極的に選ばれて上がってるよね。断続的なゴールデンクロス形成ですね。それは、それじゃないね。断続的なゴールデンクロスはわかるね。なんだけども、今回のこのパターンに関しては、ただの断続的なゴールデンクロス形成じゃなくて、もう、一気に全部ドンって入ってるよねってことですね。はい。言ってる意味わかるかな？一気に全部ゴールデンクロスがドンって入ってるよねってことですよね。言ってしまうと。はい。普通、こういったパターンが出るときって、例えばなんだけど、過去の値動きでどっかないかな、いいところが。こっちの、ここあたりあるでしょ、多分。初動の段階で。普通、こういった形で入ってくの。200日と50日、75日、100日移動平均線が、間隔上げてゴールデンクロスを1本ずつ入れていくでしょ？ 1 本ずつ。だけど、ここの場合は、25日と、200日のゴールデンクロス形成と同時期に、ここの50日、75日、100日移動平均線が、ほぼ同時期に一気にまとめてドンじゃないですか。だから強いんですよ。断続的にドン、ドン、ドンじゃなくて、一気にドドドってみたいな感じ。いらんな、この交換はね。はい。で、そのタイミングで上にストーンっていう、スパーンって上がったんでしょ。空売りの買い戻しを巻き込みながら、ショートカバーを巻き込みながら上にバーンって上がったんでしょ。このパターンで上げていく形状は、そんなに出ないっす。通常は、等間隔でさっき、前の過去のチャートを見たときに出てくるようなパターンで、まあ断続的なゴールデンクロスを順番に入れていくのが、通常の流れなんだけど、今回の場合は決算後にバチコーンって上の方に上がってからまとめてこう、強い動きが入ったわけでしょ。だから条件がいろいろとあったんだよね。決算後に急騰しました。はい。まあ強いと。空売りが多いですと。焼かれそうだよね。で、今年の背景、空売りの踏み上げじゃないですか。で、上げてったと。空売りのショート化を巻き込みながら。で、そこに、断続的な、一気に入ったゴールデンクロス形成が、断続的なゴールデンクロス形成がまとめて一気に入ったと。同じ時期にね。それで、さらに踏み上げが加速。今の値段から21,435円。まあ、直近高いところで言うともっと22,000円ぐらいなんかな。まあ、そこまで上がったっていう、値動きにつながってるわけですよね。分解していくと。だから、そこのコンビネーションなんじゃないですか。うん。MI さん出てくることが少ない分散期待、分期待値は、めちゃくちゃ高いと。まあ、出てくる頻度は、相当少ないと思う。こういった形のゴールデンクロス形成ってあんまり見ないよね。日頃毎日僕のライブ配信見てる人だったら、なおさらなんか感覚的にわかると思うんだけど、あんまりこういったパターン出てこないじゃないですか。うん。はい。まあ、いろいろとその条件揃って上がってるよねってとこっすよね。決算強いが大前提なんですけど、たくまさん最近下落の方では見る気がする。まあ、下落圧力強いからね、今ね。以前ライブで言ってましたねって、まあ言ってたこともあるとは思うよ。うん。言ってたことあると思うよ。さすがにその何千銘柄も分析してるので、この3年間でですね。いろんな銘柄を。はい。カプコンを買おう。そろそろ買ってもいいんですか？バンドオークやれ、うん。ゲーム関連最近弱いよね、全体的にね。はい。ゲーム関連最近全体的に弱いよね。今バンドオークなんで、まあ打診からやるんだったら、打診からやってみたらどうですか？はい。やるんだったら打診から。カプコンは年末に買ってみようかなーって、そうだね。確か需給悪かったよね、カプコンはね。うん。そう、バルパトス。MG があったね。はい。今日買い物行ってたんだけど。X でポストした。気晴らしに。そうだね。信用改ざん多いからね。最近ね。このカプコンはね。投げ売り終わった後ぐらいじゃないの？まあ、年末ワンチャンそこまで、こじれることを意識して、買うのは打診から買うんだったらあれなんですけど、はい。バンナム株買いましょうって。そうだね。バンダイナムコね。ガンダムはね。エニカラー503に、ノンさんですね。503に。あとみんなチャンネル登録も、しておいてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。エニカラー、3200円で、200巻持ってます。決算期、明日です。分析お願いします。不可です。決算次第です。決算の中身わかんないもん。無理です。決算見てから、判断してください。どっちに触れるかだよね、今晩。今ね、若干円高に触れてるんですよ。ドル円145円の20銭台ね。で、日経平均先物も下がってるでしょ？ 72 円安ね、今ね。うん。ビットコインは600万ぐらい。ユーロストックは上昇ね。ビットコイン下落で、ユーロストックはビットコイン下落でユーロストックは上昇。はい。ガンダムチャンネル。ガンダムチャンネルではないよ。至極真っ当な、なんつうのかな。投資系のジャンルのチャンネルです。はい。投資系のチャンネルです。欧州市場上がってる。欧州市場強いよね。うん。ドイツダックスも上昇でしょ？
中国はやすぎる。香港反戦やっと日柄調整入ってきた感じかな。バンド国日柄調整でパラボリックマック D が上昇トレンド形成するのは一旦切り返す流れが入ってきやすい。ここはね。で、日本の10年債利回りが低下中なんですよ。今またさっき 0.7% から今 0.684% まで低下っていう感じになってる。アメリカの金利低下ね。4.684%。で、5年債、10年債、20年債利回りも低下。で、金利低下に伴って、アメリカのグロース株が上がってくるかどうかだよね。日立造船7004。なんかこの前やったような気がする。なんて話したっけ?もう850円で600株、ん?持ってますって。モモツさんですか ?850 円で600株。あ、おめでとうございます。含み益ですね。今日も上がって強かったんか。まあ、ここで止まったね。聞いてから。素直に止まって上へのトレンドが出てるんだったら、逆ヘッド&ショルダーを超意識。だよね。このチャートをパッと見る感じ。こことここの割れ抵抗ライン。まあ、安いとこで買えてるし、焦る必要はないと思う。最悪元に戻って、マイナスになりそうだな、みたいな感じだったら切ればいいから。で、需給は7004でしょ。ボリバーの地方線25日で切り返して上がってるんやったら、まだトレンドは崩れてない、まあ、死んでないってことですもんね。需給はいいもんね。まあ、一般で空売り多いからなんだけど、制度信用倍率は 3.69 倍です。はい。期日ありの方はそこまで良くはない。PR が 11.8、PBR 1.11 倍、配当利回り 1.97%、もう少し見ておきましょう。はい。上目線でね。信用利差も多くなってますね。待ってます。それは一般です。一般です。まあ、一般でも空売りだったらね、コスト発生するからあれなんだけどさ。ん?ないなに?また逆ヘッド&ショルダーかって、そうだね。逆ヘッド&ショルダーだね。上がるのかな?みんなどうも、チャットにコメントください。年末上がるか下がるか、来週以降。上がるんだったらはい。下がるんだったらいいえ。まあ、上がる下がるでもいいよ。よかったら皆さんチャットの方に、コメント入れてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。はい。チャンネル全体として上げてほしい。個人的には下げてもらったら安く買えるんで、はい。いいなと思ってる。上がったら上がったり、打診で買ってるやつが上がるからええね。ニコさん横横。まあ、今年の高値は、ちょっと抜けにくいんじゃないかなと思ったりもするけどね。さすがに。需給重たいし、投げ売りも入ってるし。一部銘柄強くね、動いてくるかもしれないけど、全部が全部はちょっと難しいかな。まあ、でも実際個別銘柄結構暴落してるやつ結構ざらにあるからね。もう実際もう下がってんだけどね。ものによっては。上がってるやつは需給いいやつだけども、その他の銘柄は結構パッとしない銘柄多いよ。実際。バリュー感も弱いし。最近ね。バリュー感も弱いもんね。半導体とかそっち系持ってなかったら、ついていけないような相場環境でしょ?今ってどっちかっていうと。はい。チャンネル横横明日次第でしょうって。明日っていうか、来週次第っすね。今週じゃなくて来週なんですよ、問題が。あ、ニューヨークダウンオープンね。小幅高かな?あ、若干マイナススタートか。マイナススタート。で、S&P500 も横横。金利下がってんだけど、横横で動き始めて、で、ナスダックも、ナスダックは小幅高。ソックス指数も若干上昇。まあ、ほぼほぼ横ばい状態で推移中。重要イベント、まあ、パウエルさんの発言とか控えてるので、まあ、静かな滑り出しではあるよねっていう状況かな。で、グロース株とバリュー株は?ちょっと遅いな。バリュー株。バリュー株優勢で今のところ動いてる、今日は。下向きね。GV 倍率はね。バリュー株だね。セクターベスト落率は?マテリアルセクター上がってたんで下がってる。ヘルスケア、フィナンシャル、ユーティリティ。これが一般消費財かな?あ、生活必需品か。一番上がってるのが情報通信。リアルエステート、不動産ね。金利下がったから不動産セクター上がってんね。コミュニケーションサービスセクター。はい。半導体は ?NVIDIA。NVIDIA が上がってくるんやったら、明日アドバンテストまた上がってくるかもしれへんね。アドバンストマイクロンデバイスはバンドオーク中でしょ?半導体株はこじっかり。個別銘柄は?ファイザー 8% 急落ね。ファイザーは 8% 急落。ジョンソン&ジョンソン、T も下がってる。AT&T も。で、デルタエアラインも下がってはいるけれども、原油安とかもあってから上げてるような状況かな。というのさ、日本の政治が不穏だから外需も投資できないのかな。いえ、ただ単に年末だからじゃないですか。外人は、バカすか今年投資してますよ、日本株に。はい。どっちかっていうと年末近いからっていうところで、もうお休みムードなんじゃないですか外資か。あ、テスラ下落中ね。ちなみにパラボリック下落トレンド形成したもんね、昨日ね。マックDデッドクロス形成しそうだったっていう、しそうになってるんでって話を確か夕方の配信でしたと思います。夕方の配信見てない人がいたら、この後でいいんで必ず見とってくださいね。あれ、もう繰り返し見ることに意義があるので、夕方の配信に関しては。はい。細かい変更点とか、新しいデータとか、なんかちょっとした変化とか、追っていくような形でやってますから。それを見た後に、夜のライブ配信に参加してもらったら、もっとその、理解度が上がると思うんで、全体のね。はい。よろしくお願いします。まあ、そんな感じですわ。というわけで皆さん、ライブ配信も一旦これで。
終わりましょう。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたと、23時40分だからね、いつもの帝国あたりかな。で、今晩パウエルさんの発言が飛んでくるので、とりあえずそこ次第にはあるんだけども、来週だよね、キモンがね、12月の15日以降に、まあ来週以降に変な動きが入ってこないかどうか、まあ最大限警戒しつつやっていきましょう。はい、そんな感じ。まあ、あとはその、そんぐらいだよね。あとはまあ、日本株と米国株の優位性であったりとか、NSバイスにまだ下がってるんで、日本株は米国株よりも圧倒的にアンダーパフォームしてると。あとはその、投げ売られてる銘柄に関しては、もう最終ね、年末年始までこじれる可能性があるっていうところもひっくるめて、もしね、安いところ買いに行こうとするなら、ワンチャンまた年末、損益通算最終日に向かって下がってくるかもしれないっていうところを意識して、はい、計画的にやってもらえたらなと思います。まあ、投げられてるところはね、ピンチはチャンスなんで、そこあたりは狙っていきましょう。最後によかったら皆さんチャンネル登録と高評価ボタン押しておいてほしいのと、あとはね、夕方の配信、まだ見てない人がいたんだったら、早めに見とってください。あとメンバーシップでテクニカル分析と勉強会もやってるので、もし今以上に力をつけたいっていう人がいたら、まあ、検討もどうぞよろしくお願いします。というわけで皆さん、お疲れ様でした。撤収！お疲れさん。